から指揮いたします。申し遅れました。私、横浜ビーコルセアーズ会場内でアシスタント MC をしております、村上めぐみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日皆さん内訳は持ってきましたか？忘れちゃった人もいるかな。私も今日忘れちゃいまして、今なんと履いているのはビーローズのももこちゃんの靴を履いていますという、ビデオって村上です。どうぞよろしくお願いします。ということで、まずはですね、この海賊の起工式先立ちまして、横浜ベイクルセアーズ代表取締役 CEO 岡本直弘より皆様にご挨拶申し上げます。お願いします。皆さんこんにちは。すいません、本当にチェーンから本当に多くのサポートをいただきましてありがとうございました。B1 リーグにとりあえずは残ることができました。ありがとうございます。今シーズンですね、本当に、冒頭からちょっとクリーズしながら最後まで集合することができずに本当に苦しい後悔になった。途中最後、本当にナンパしてしまいそうになったんですが、なんとかうまいこと潮の流れに乗って沈む前に皆さん元に帰ってきました。これは本当にここにいらっしゃる、またはたくさんのブースターの方の支えがあって、スポンサー、株主、そういった関係者の方々の支えがあって、我々というよりは本当に皆様の力で来季もう一度チャレンジをする権利を作っていただいたと思っております。本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。ただまあ生きてれば何度でも這い上がれるチャンスがあると思うので、来季改めてチームを、現場を、フロントも含め、横浜ビーコルセアーズという組織自体一からもう一度作り直して、強い組織、そして皆さんが気持ちを託せるチームを作っていきたいと思います。当然いろいろご批判があるのは承知しております。ただ今シーズン出番が北海道に負けた時にですね、私の中では長く続くであろう海賊の物語の B リーグ編の第一章を閉じなければいけないんだろうなと、そう覚悟いたしました。当然第一章を書き出しをしたのは私です。その責任もこれからいろいろ関係者や本拠地の皆様との相談で考えたいとは思っておりますが、とりあえず本当に第2章、皆様が気持ちを託せる、絶対に下を向かない、諦めない、がむしゃらにあの手この手を使っても最後には勝ちを受け取れる、そういうチームになっていきたいと思っています。この3年間本当に B リーグスタートの時何もなかった横浜ビーコルセアーズに集まってくれた選手の皆さんには本当に心から感謝します。彼らがいた頃こそまだ何もない横浜ビーコルセアーズが B1 という厳しい航海に出る決意ができましたし、集まっていただいた選手の皆さんが揃った時にとても僕自身心強い思いをしました。ただやはり今年3年目の総決戦であり、3年計画の1年目という大事な1年でうまくチームをコントロールできず、選手たちのいいところを引き出せなかったことは本当に残念で仕方ありません。ただ横浜ビーコルセアーズは皆さんにチャンスをいただきました。来季から第2章を力強く始めていかなければいけないと思っています。
今日は今季戦ったメンバーの公式的なイベントの最後となります。ぜひ1年間育てていただいた皆様への心からの感謝と皆様の声援をもう一度選手に送っていただいて、今日一日楽しんでいただければと思います。それでは横浜ミーコーセアーズ今年度の非公式を開催いたします。ありがとうございます。